あ、ここも綺麗だな。いいですね。めちゃくちゃ景色いいですね。このまま進んでいきましょう。この先右か。ここ右ですね。そこまっすぐ行くとどこ行っちゃうんだろう。あ、大阪の方戻っちゃうんだ。でも姫路の方も行くって書いてあったな。おお、そこすごいな。同じ車両が。ちょっと待って、危ない。雨やんだ。ああ、またあのバスがいる。もうこう左ですね。行っちゃおう。ちょっと遅いけど。はい、なぜかひまわり畑があるぞ。直進方向です。晴れましたね。いや、この辺りも結構道が複雑というか、ここ狭いな。はい、あ、この先高速乗る形かな。強です。そのこの入り口狭かったですよね。ここを右ですね。右方向です。はい、ETC レーンから、うわー狭い。左にレーン移動が必要です。で、左側ですね。いや、狭いな。よいしょ。はい、かんかん。道は空いてますね。狭い。ギリギリなんですよね、トレーラーで行くと。左すりそうで怖いな。このまままっすぐですよね。明石大橋ですね。渡ってきましょう。あ、淡路島のあのサービスエリア寄ってきたいですね。おお、 ETC レーンから、あー開いて。飛ばしそうだな。すごいスピード出る。いいですね。あー危ないか。ちょっと怖いな。おー綺麗綺麗。あー見えてきましたね。明石海峡大橋行きましょう。いやーでかいな。あ、消えてく。車両消えてってる。まずは淡路島ですね。いや、登りきつい。左側に寄ろう。あ、今度は淡路島も走りたいな。ぐるーっと回れましたよね。このつなぎ目部分いいですよね。あ、観覧車見えてきた。早いな。スピードがやたら出る。ここか。ちょっと寄ってきましょう。確かにバイクだとつなぎ目かなり怖そうですね。適切なルートが見つかりませんので、雨の日とか特に。元のルートを表示します。ハイウェイオアシスですね。おお、でかいでかい。あ、ゴミ収集車も止まってる。はい、ここいろんな車いていいですよね。ダイエイって書いたな。あ、
あ、観覧車とかいろいろありますね。なんか走ってる人いません？あんな人いたかな？あ、伝説のカメラマンが、なんか盗撮してる。伝説のカメラマンこんなとこいたか。なんかずっと走ってる人もいますね。なんだこれ。いやー、淡路島リアルでも行きたいな。あ、鬼の車がある。もう車いろいろ見れるのいいですよね。いや、ほんと種類多いだ。いや、かなりの台数止まってますね。あ、バスもこの辺り止まってんだ。あ、ホットドッグマン、相変わらず、そのトイレの上にいますね。よし、じゃあ行きましょうか。右方向です。大鳴門大橋。まあ、渦潮が見れるとこですよね。確か渦潮も出てた気がするけど、この下あたり。あ、ブラム、ちょっと待って。ありましたよね。ああ、見える見える。そっちまで行けないけど。台風みたいな渦潮ですね。でかい。あ、もうそうか、四国入った形か。あ、こっからこう四国をちょっと横断していく感じですね。もうしばらくトンネルが続きましたよね。もうちょっとしたら一度高速降りて下道から行く感じかな。ここら辺はいつもちょっとうとうとするゾーンですね。対面通行で制限速度も70ですからね。このまま左側ですね。しまなみ海道進んでいきましょう。ああ、この先高速降りる形ですね。この先左か。ああ、混んでるかも。左寄りましょう。いやー、混んでますね。いえ。また渋滞？ ETC レーンも詰まってんな。22,986円。結構高いですね。いや、なんか変な動きしてる。渋滞ですね。出口渋滞。トラフィックも AI かウォークするもと入れてから混みますね、この辺り。1台ずつ、うん、これは入れましょう。それ入ってくるの？もう1台入ってきたんですけど、多いんだな。よし、行きましょう。あー、暗いな。見えない。おー、綺麗ですね。今、6時25分か。下道ですね。今治、松山方面。なんか奥の方に、やたらでかいクレーンが見えんな。建設現場あるのかな。ここか、行っちゃいましょう。さっきから信号がギリギリだな。おお、なんかそのアパートリアルですね。あー、ここあれか、なんか教習所があるところか。あー、ここは寄り道ポイントですね。
赤になっちゃう。どっかで一度寝ようかな。いやー、そのバスなんかぶつけそうだな。大丈夫？いやー最悪。進化無視も取られた。ちょっと下がった。やばい、バックしたですねこれ。後ろがでも詰まってるか。バース来たら大変ですからね。行きましょう。すっかり夜ですね。ハイビーム。だいぶ暗い。いいですね。夜もいいな。おお、あ、なんかそこ工事してるんだ。あ、ローソンが。ここら辺もちょっと変わったのかな。こんな工事してたかな。なんかそこ新しく会社ができてるっぽいけど。なんかでかい場所ありましたね。あ、コメディホームセンターかな。それは事務所じゃないんだ。あー、セブンイレブンもありますね。だいぶでかい。あ、セブンイレブンで仮眠してもよかったな。まあいいや。あ、でそこ右が教習所ですね。ひまわり自動車学校って書いてある。夜のドライブも行きましょう。オートワールド。いいですね。あー、ローソンですね。この辺りほんとコンビニ多いな。いや、ほんと日本の夜の道感がすごいある。よいしょ。いや、暗いな。信号変わりそう。燃料はまだまだ大丈夫そうですね。お、久保田農業機械。ああ、この右側があの狭い会社ですよね。おー、あ、バスが止まってるぞ。よいしょ。な、ここ入ってくと地獄が待ってますからね。夜は絶対行きたくないですね。まもなく右方向です。こう、右。右方向です。行っちゃいましょう。
はい、暗いな。あー、こっからもなんか行けんのか。なんか入れる道がありましたね。ただ暗いから無理だな。なんかそのまま入っていけそう。すぐですね。お、今治まで来たか。まもなく左方向です。左方向です。うわ、そのトラック怖いな。もう飛ばすな、みんなここ。いや、ただ飛ばして入ってきますね。左。もう間もなくですかね。もうこうまっすぐですね。あ、また深夜から。夜は危ないってそれ。深夜からまた走ってますね。早い。めちゃくちゃ早いですね。なんか最近もニュースかなんかで見た気がする。シャドウ走ってるシニアカーみたいな。お、ファミリーマート。あー、ここ休めるんでしたっけ。ここで一回休むか。確かこれ海が目の前じゃなかったかな。よいしょ。一度じゃあここで休憩ですね。ちょっとひどいところに止めちゃったな。あ、いや、こっから行きましょうか。おー、あ、鳥居がライトアップされてる。あ、でももう夜明けになりそうだな。配送時間はもうダメそうですね。おー、きれいきれい。いいですね。ここ1枚撮ろうかな。おー、ライトアップきれいですね。夜こんな感じなんだ。ちなみに昼間だと眩しい。こういう形ですね。おー、ちょうど夜明けですね。きれいきれい。ぶつけそう。あー、嫌な音が。心臓止まりそうな音しましたね。そんなに出してた ?10 キロぐらいオーバーした。パトカーに捕まっちゃった。最悪だな。お、松山見えてきましたね。いや、あの音はちょっとドキッとしますよね。ちゃんとこう、速度とか守ってても、あの音聞くと、怖くなる。運転中に一番聞きたくない音ですよね。それ危ないな。対向車いるとぶつかる。あー、危ない。狭いですね、ここは。
ゆっくり行きましょう。まもなく左方向です。よし、行きましょう。入ってきそうで怖い。うわ、狭いな。ここもそのスーパーのとこがすごい狭い場所にありますよね。あー、なんかいますね。クレーン。やっぱこれ逆側ですよね。どう行くんだこれ。 U ターンできる。あー、そこだな。どっから入ってくんだろう。ちょっと癖のある。あ、そこで U ターンすればいいのか。目的地周辺です。これ U ターンですね。ちょっと大変だな、 U ターン。やばいやばい。よいしょ。ここ U ターン工事中ですね。おー、きれいきれい。よし、このまま前から止めちゃえばいいのか。はい、あ、すごいすごい、川が流れてる。このまま行けるかな。ああ、車来てるけど工事中。よし、キャンピングカー2台来てましたね。よくわかんないけど、はい。よし、ということで無事配送完了ですね。はい。あ、地配ちょっとはもらえるかな。だいぶ引かれた。9時間地配ですね。相当引かれたな。155万引かれた。それなかったら200万ぐらいもらえるのか。ペナルティ罰金でかいですね。